最後の項目ですが、市長のリーダーシップのもと、いじめ問題の真相解明などについて伺います。改めて亡くなった女子生徒にお悔やみを申し上げるとともに、ご遺族に哀悼の意を表明します。いじめ問題の真相解明は、ぜひとも進めなければならない課題です。一方で、第三者委員会の調査中でもありますので、市長としてできること、議会としてもできることには制約があります。その上でも、しっかりとした対応、この問題に向き合っていく必要があると考えます。私は今年5月から6回にわたる議会質問を展開し、いじめの経過やいじめの定義、学校や教育委員会の対応、いじめ相談体制などを議論してきました。これらの経過から、日本共産党市議団は、2019年6月に、当該生徒が川に飛び込んだ時点までにいじめがあったと以下の点で判断しました。2019年6月に当該生徒が川に飛び込んだ前後で母親がいじめられていると訴えている。警察が捜査し、触法少年として厳重調査を行っていること。保護者との意見交換では、当時当該中学校近くの小学校の保護者に警察が訪ねてきて、近くの中学校で厄介な性被害、とんでもない事件があり、小学校も巻き込まれているのではないか、注意深く見守ってほしいと言っていたとの証言をいただいています。さらに同年9月に、市教委はいじめではないと判断しましたが、同教委の情報公開文書等から、10月28日に同教委は上川局を通じて、当該生徒がいじめではないと話していても、客観的に見ていじめが疑われる状況である旨を口頭で市教に指導したとされています。翌年の2020年11月、当該生徒本人が民間の相談室にいじめられていると電話していたこと、それが相談者の方から直接情報をいただきました。また同年11月、インターネット番組で亡くなった生徒本人がいじめられたと明確に述べている音声が今も残って見られる状態になっています。以上のことで見ると、母親がいじめられていると訴えて、警察も捜査し、同教員もいじめを疑っている、本人もいじめられていると訴えています。いじめの定義から見ても、明らかにいじめがあったと判断できるし、いじめと認定すべきでした。しかし、2019年9月に発行された地元月刊誌が、川に飛び込んだ事件を報道すると、当該中学校の校長は、PTA 会長と連名の保護者宛ての文書を配布し、ありもしないことを書かれた上、いわれのない誹謗中傷をされ、驚きと悔しさを禁じ得ませんとして、この問題を全面的に否定しました。せめて川に飛び込んだ時点で、いじめとして対処していれば、命まで失うことはなかったのではないかと思います。はっきり言って初動のミスです。複数校に関わる問題であり、学校任せにせず、最初にしっかりとした調査を教育委員会として責任を持って行っていれば、生徒の大事な命まで失うことはなかったのではないかと私どもは考えています。いじめがあったかどうかは、これまでの質疑と調査、黒塗りの情報公開資料でも十分に判断可能です。昨日市長はいじめがあったと認識していると述べていますが、しかし、教育委員会を通じて第三者調査を求める市長の立場で認識を述べるのは適切ではありません。第三者委員会の結論を待つべきです。昨日の報道を受けてツイッター上では大変な事態になっています。西川正人を襲撃して殺してというのがツイッター上拡散し、警察が捜査に及ぶ状況になっています。これはあまりにも有意識事態ではないでしょうか。市長の軽率な行動がこのような事態を招いたのではないでしょうか。選挙前といえども明らかに許しがたい行為だと言わなければならないと思います。市長のいじめの認識の根拠を具体的にお示しいただきたいと思います。当時の学校や市教委の判断が今年3月の遺体発見、4月のオンラインでの報道によってこれまで把握していた事実と違うことが分かったと、これまでも答弁がありました。そこで前市長はいじめがあったのではないかと認識を持ち、そのために総合教育会議を開催し、
重大事態として第三者調査が必要と判断した。その後教育委員会で教育委員会として第三者調査委員会を立ち上げたと聞いています。ですから前市長もいじめとしての認識があったからこそこれを指示し立ち上がったわけです。問題はペラペラ外で言わないということです。市長の立場では委託したことでありますから結論を持って市長の立場としても発言しなければない、そういうことではないでしょうか。この間の経過について確認したいと思います。第三者調査委員会が調査中ですが、私が8月25日の経済文教常任会で求めた通り中間報告は必要と考えています。中間報告については遺族の意向もあります。また当該校の当該学年は3年生であり卒業を控えている中で保護者からは高校までこの問題を引きずらせたくないという切実な声も伺っています。最低限いじめがあったかどうかは私は言えるのではないかと思っていますが、いつどこまで報告するかは第三者委員会が判断することですが、市長の認識を伺います。真相解明については第三者委員会に委ねていますので、いじめに関係したもの、なぜいじめと認定しなかったのか、亡くなったこととの関係はなど、これらの詳細はこの調査に委ねなければなりません。市長のリーダーシップのもとに解明するというのは越権行為ではないでしょうか。教育委員会は独立した行政機関であり、市長が教育に政治介入することは許されていません。確かに地方教育行政の組織及び運営に関する法律は2014年平成26年に改正され市長の権限が強まりましたが、市長が教育庁に職務命令などは出せません。当時の文科省の答弁や説明資料を見ても明らかなことです。教育委員会制度の仕組みでは教育委員会は首長から独立した行政委員会としてすべての都道府県及び市町村等に設置と定められ、さらに教育委員会制度の趣旨では教育はその内容が中立公正であることが極めて重要、個人的な価値判断や特定の党派的影響力から中立性を確保することが必要とされています。したがって市長ができるのは総合教育会議での協議調整の範囲です。昨日の答弁で第三者委員会の方から求められたから委員長と会い市長の意向を伝えたと述べています。また遺族側と第三者委員会との意見の相違について市長が調整役になるとも述べています。これらは越権行為と言わなければならないのではないでしょうか。地教業法第一条総合教育会議では調整が許されているのは市長と教育委員会との間のことに限定されています。仮に第三者委員会と遺族との間の調整が総合教育委員会に定めがないから可能だと主張しても、そもそも教育委員会が行っている第三者委員会の職務であって市教業法第三条の教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限、第21条の教育委員会の職務権限の定めの範疇となります。したがって両方とも越権行為、法律違反の行為ではありませんか。さらに第三者委員会の人選にまで口を出すかのような答弁もありました。これは全く言語道断であり政治介入以外の何者でもないと思われます。仮に地教業法の総合教育会議において協議調整を行う事項として児童生徒の生命または身体の被害等に関することを適用したと主張しても、そもそも前市長において第三者委員会を立ち上げており、その時の判断が児童生徒の生命または身体の被害等に関することであり、今現在は新たな生命身体に被害等の恐れが発生しているわけではないために、協議調整の範疇ではなく政治介入以外の何者にもなりません。さらに現在教育委員会の委託した第三者委員会で調査中の事案であり、これは総合教育会議の範疇ではなく第21条の教育委員会の職務権限の定めの範疇となります。市長として当選したから何でもできるわけではありません。市長は超法規的な存在ではありません。そもそも教育基本法で教育は不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力のもと、
公正かつ適正に行わなければならないと定められ、政治や行政による介入を禁止しています。これは基本に定まったことなんです。今津市長はどのような権限でこれらの行為をしているのか、法的な根拠を詳細にお示しください。最後に、再発防止の体制づくりは、これは当然必要なことだと考えます。ここは市長のリーダーシップを発揮すべきところだと考えます。すでにこれまでの答弁でも、これまでの議会答弁でも、いじめ条例の制定やいじめ対処方針の見直しは織り込まれていますし、また子ども総合相談センターの機能を十分に発揮させる課題もあると考えます。市長直属のいじめ SOS110 番の開設は、よもやご自分でやるつもりではないと思いますが、寝屋川市の例も示されていますが、どういう受け皿や組織体制で行うのか、いつスタートさせるのか、それぞれお答えいただきたいと思います。以上、日本共産党を代表しての代表質問とさせていただきます。次に、いじめの重大事態につきましては、旭川市総合教育会議における教育委員会からの説明や、その後、教育委員会に求め提出された詳細な資料の精査、女子生徒本人のいじめられているとの SNS でのやり取りや、民間の相談窓口への相談など、情報等を踏まえ、私としてはいじめであると認識いたしました。なお、いじめと当該生徒が亡くなったこととの因果関係につきましては、今後、第三者委員会で調査、検証されることになると考えております。これまでの経過につきましては、教育委員会が把握していた事実と報道された内容に相違が見られ、当該生徒がいじめにより重大な被害を受けた疑いが生じたことから、令和3年4月22日に総合教育会議が開催され、前市長から第三者によるいじめ等に関する調査も念頭に事実関係を明らかにするよう考えが伝えられ、4月27日に開催した定例教育委員会会議において重大事態として対処することとし、事実関係の解明や同種の事態の発生防止のため、現在旭川市いじめ防止対策委員会において調査が進められているところでございます。またいじめの重大事態に関わる調査につきましては、当該の中学校に通う生徒や保護者の皆様の安全安心を確保するとともに、本市の小中学校の教育が円滑に行われるために、早期の真相解明はもとより、中間報告を行うなど、進捗状況に関する適切なご遺族への説明などが必要であると考えております。またいじめの有無についても、調査報告書をまとめる前段として、事実関係が整理された段階でいち早く明らかにしていただきたいと考えておりますが、そのことについては第三者委員会が判断を行うものと認識しております。リーダーシップについてでありますが、総合教育会議での考えを私が第三者委員会の委員長にお伝えすることや、調査が円滑に進むよう遺族側と第三者委員会との間を調整すること、また第三者委員会の人選につきましては、明確な法的根拠に基づくものではありませんが、子どもの人権生命に関わることについては、市民から選ばれた市長として行動すべきと考えているところです。最後に、いじめ SOS110 番の開設につきましては、全国の自治体で行われているさまざまないじめ相談対応組織やその取り組み内容を参考に、組織体制の構築を行い、私が相談内容を確認するとともに、私の考え方も伝えながら、教育委員会と連携して問題解決に取り組んでまいります。以上で、日本共産党を代表しての野寺議員さんのご質問への答弁を終えさせていただきます。